第12中継所日本松市役所内、トップで現れたのはナンバーカード4のいわき市です。平成最後の大会で優勝を飾りましたいわき市、令和初の優勝を狙います。今や翼から芦沢亮太郎へとつなぎます。いわき周辺の3年生勢いよく飛び出していきました。第12中継所トップはいわき市です。2番目に現れたのがナンバーカード3の郡山市、去年総合3位、高橋治之、学校石川の3年生、待ち受けるのは向田優斗、東北大の4年生です。先頭で助けを渡したいと話していました。今高橋から向田へと助けがつながりました。3番目に現れたのがナンバーカード2の会津若松市、去年総合優勝伊藤拓磨から山田光士へと黄色い襷がつながりました。背中をポンと押し出します。トップ通過から4分が経過しています。待ちのぶトップで現れたのはナンバーカード22の石川町、坂田剛、学校石川の2年生、記録公平、学校石川の3年生とつなぎました。5番目に現れたのがナンバーカード1の福島市、松田州駒沢大の2年生、大きな声を上げて高橋亮太へと助けをつなぎました。トップ通過から6分10秒が経過しています。須賀川市です。根本隆消防士、待ち受けるのは五十嵐葵、日大東北の3年生、今黄色い襷を両手で渡しました。勢いよく飛び出していきます須賀川市。トップ通過から間もなく10分、そして続くのがナンバーカード35の会津美里町、渡辺龍園から五十嵐武家とつながりました。去年は町の部に会津美里町、地元日本松市がやってきました。武藤博也、社会人ランナー、待ち受ける鈴木港へとつなぎます。去年は総合4位でした日本松市、声援が大きくなります。山口さんラストです。最後のカーブを取ります。山口由紀、社会人ランナー、ためなしが来ました。そして三輪壮太がしっかりと黄色い打数機を受け取りました。背中をポンと押し出します。疲れた表情を見せています本宮市の小野洋平、強みは揺さぶり、渡辺司へと襷をつなぎました。思いを託します。勢いよく飛び出していきました。繰り上げスタートまで時間はありません。残り10秒を切っています。白い襷をつけた選手たちが今ホイッスルが鳴りました。後続の足音は聞こえてきません。襷をつなぐことはできませんでしたが、今白い襷をつけた選手たちが勢いよく飛び出していきました。そして今18番の選手矢吹町、八木沼和沙、助けをつなぐことはできませんでしたが、最後まで走り切りました。続いて西郷村です。小畑康人、帝京朝霞の1年生、フィニッシュです。会津坂下町の田代直樹、社会人ランナーです。今ゴールしました。そして猪苗代町、阿部義樹もここでフィニッシュとなります。役場職員、最後まで走り切れました。白川市、鈴木壮大、日大東北の3年生、5回目の出場。そしてその後ろ三春町も追います。鍵山隼人、2人フィニッシュ。そして鏡石町もフィニッシュとなります。佐藤正明、役場職員です。41番の浪江町もここで到着です。吉田英介です。続いて北方市です。戸田ライト、ザベリオ学園の2年生、3年連続の出場です。最後まで走り切れました。続いて泉崎村、児玉瑞希、早稲田大学の4年生です。フィニッシュ。南会津町の鈴木雄太郎、東日本国際大将兵3年生、今到着し、その後ろ14番の郡町、勝山智弘、そして11番南相馬市、佐久間翔も到着です。さらにナンバーカード50の平田村、23番の浅川町と続きます。ナンバーカード12は伊達市、野田純平、警察官です。その後ろ玉川村です。小林智也も今ゴールしました。
相馬市千田蓮太、2001年生まれの21世紀幕開けランナー、今到着です。今入ってきたのが国見町です。佐久間義弘、社会人ランナーです。51番の北塩原村、小島博之もここで到着です。広野町、大和田幸寛、さらに万代町もいます。川村葵到着しました。そして山釣町も来ました。鈴木信弘消防士です。38番は富岡町、吉田明弘、こちらも社会人ランナー。ナンバーカード30番西会津町、斉藤龍馬、こちらも社会人ランナーです。入ってきました42番の新地町、さらには只見町、そして連合チームの希望福島が到着です。ナンバーカード39は大熊町、三平雄生、社会人ランナー、今走り切りました。金倉町、さらには大玉村、その後ろ追っているのがナンバーカード28の下郷町です。下郷町は佐藤良太郎です。そして2名の選手が競って入ってきました。奈良浜町と天狗村です。最後まで諦めず走っています。ナンバーカード26の小野町、吉田聡、社会人ランナー、親子でエントリーしています。ナンバーカード47が中島村です。矢吹千之助、役場職員、今到着。花輪町、斉藤志門の姿があります。石川義塾の3年生。ラストと大きな応援が送られています。緑のユニフォーム、ナンバーカード16の川又町、菊池明弘、今ゴールしました。さあ最後のラストスパートかけています。柳津町、白井優斗、そしてナンバーカード48の鮫川村、青戸雄之介です。かなりの疲労感が見えています。オープン参加の双子町、井戸川俊、疲れた表情を見せていますが最後まで走り切りました。